ナマステナマステ、こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さんはベイブレードというものをご存知でしょうか？男の子だったら知ってる人多いかもしれないね。ベイブレードって何かっていうと、昔からの遊びのベイゴマとかコマ遊びあるじゃないですか。あれの現代版のおもちゃとして進化したのがベイブレードっていうのがあるんですけれども、ベイブレードっていうおもちゃもね、結構歴史がもう長くて、俺が小学生の時にやってたもうシンプルなベイブレード、もうめちゃくちゃみんなやってたし、購入するのが難しいぐらい大人気でした。でベイブレードの次の世代のメタルファイトっていう金属でできたこうベイゴマにより近くなったベイブレードメタルファイトってやつがあって、でさらに次の世代のベイブレードバースト、これ結構最近の世代で僕も遊んでました。バチバチにバーストって言ってね、コマがこうぶつかり合って威力強すぎたらボーンってバーストして壊れちゃうっていう。ベイブレードバーストもかなり遊びましたし、もうありがたいことに僕コラボではじめしゃちょーベイブレードも作っていただいたりして、もうほんとやーですが、そのベイブレードバーストもついに終わり、新世代、次世代のベイブレードが発売されるらしいです。おめでとうございます。その名も、ベイブレードバースター過去作だ。その名も、ベイブレード X! なるものが出るらしいんですよ。ほー、これ以上どう進化すると。だってもう、初代ベイブレードめっちゃ面白かった。さらにそっから、なんかメタルガン出してメタルファイトバチバチのもっと面白くなった。さらにそこからベイブレードバーストぶつかったら破壊しちまうよ。もっと面白くなった。ベイブレード完成形までいってんじゃないかって、なんか、いつからだ？もうすぐ発売なんですよ、もうすぐ。ベイブレード X いつから発売するかというと、2023年の7月の15日。もうすぐですね。もうすぐ発売なんですが、今家になります。ごめんなさい、ごめんなさいっていうか、別に悪いことじゃないんですけども、そのベイブレード X が発売されるっていう情報聞いて、と思ってめっちゃ軽い気持ちで、マスターブレーダー堀川さんっていうそのベイブレードの公式の方がいらっしゃって、ベイブレード開発者なんですよ。でその方とちょっと面識あって、その人のツイッターになんかやりたいって送ったら、その送ってくれました。マスターブレーダーありがとう。というわけで、発売前にベイブレード X 家にあります。やったー、持ってきます。はい、持ってきました。いいんかな、発売前に遊んじゃって。ある、入ってます。これが多分ベイブレード、なんかスタジアムすごいな。スタジアムの周りがなんか黄緑色いので囲まれて、すいません、俺全然まだベイブレード X の情報わからなくて、もう無知で今ここに立ってるわけです。いや、もうすぐ発売で手に入るんですけど、もうちょっとだけ早くちょっと遊ばせてもらいます。嬉しい。ガチでベイブレード好きなんですよ、俺。なんかガチで好きすぎても、普通になんかベイブレードのこと結構ね、1日の 2% ぐらい考えるんですよ。割と少ないか。割と少ないけど、どんなことしてても、絶対俺の脳内にベイブレードは 2% ぐらいあるっていう。それぐらい結構ね、昔から好きなおもちゃではあるんですが、今回ね、テーマがすごいんですよ。ちょっとホームページ見てみましょうか。ベイブレード X。ほら、もうなんか、ちょっとね、ストリートっぽいんですよね、今回のテーマが。スクロールしていくと、ベイブレードはスポーツへ。聞いたか、みんな、スポーツなのよ。もうスケートボードがオリンピック種目になった、ゲームが巨大なスポーツ産業になった、スポーツの定義は変わっていくけれど、そこにはいつも本能を刺激する普遍がある。ベイブレード X、 それはスポーツへ向かうベイブレード。鼓動を乱すほどギアは鋭く、駆け引きはシュートの瞬間まで続く、体中の血が勝利へうごめく。20年を超える進化の先に、ここからどこまでいけるか。一番遠くて面白い未来を始めよう。もう遊びじゃない。鳥肌立った。かっけえ。今回のテーマはもう遊びじゃないってことらしいです。ベイブレードスポーツになって、るんかな。やっぱ時代ってさ、すごい変わってきてさ、ゲームは遊ぶものだったじゃないですか、昔は。それが最近はさ、プロゲーマーだったり、e スポーツ、ゲームもスポーツなんですよ。まさに今書いてありましたけども、スケートボードもオリンピックの種目になり、もうスポーツの定義が時代によって変わっていく、書いてあることそのまんま言ってます。確かにな、ベイブレードはその競技性もあるし、スポーツになり得るんじゃないかという気はしたわ、今の見て。そんな、ベイブレード X、早速開けてみたいと思います。あ、案件じゃないから、もう思ったことズバズバ言うわ。すまんな、堀川さん。案件じゃないから、もう俺はもう言うよ。一ベイブレードユーザーとして、ちょっと今回遊ばせてもらいます。おぉ、最高。すごい、4つも入ってました。レッド、グリーン、ブルー、イエローと4つ入ってます。かっこいい。ちょっと1個ずつ見ていきましょうか。まず赤いの。これは絶対攻撃型。ヘルズサイズっていう名前ですね。あ、スターターだからもうシューターとベイブレードが一緒に入ってますね。お、アプリと連動するっぽい。すごいな、近未来だな。
裏にね、そのアニメとかも一緒にやるっぽくて、このベイブレード使ってるキャラクターとタイプとか書いてある。お、バランス？バランスタイプなんだ。バランス取れてる系か。赤いのはこれバランスタイプね。じゃあ多分緑色になるのはディフェンスタイプ。もうこれお決まりです。本当だ、当てた。やっぱディフェンスだ。かっこいいね。でもデザイン、ナイトシールド、緑はね、やっぱね、ディフェンスっぽいイメージがあるんですよ。次はイエロー。イエローはね、時給、時給、時給、はい。やっぱり時給だ。時給タイプ、長く回転できるんでしょうね。となればもう主人公は青でしょう。毎回なんかね、ベイブレードの主人公というかアタックタイプは青っていうイメージがある、俺の中ではね。え、わからん。主人公2人いる？青いのがドランソードって名前だね。もう名前は主人公。はいはい、アタックタイプね。そうだよね、攻撃タイプ。ごめん、俺アニメの情報全くわかんないけど、両方主人公っぽいんだよな。ダブル主人公か、ちょっとわかんないですけども。なるほど、最初の4種類はこれね。アタックタイプ、ディフェンス、持久、バランス、3つのパーツで構成されてるっぽいですね。一番上がブレードか、このぶつかる部分ね。ブレード、ラチェット、なんか間に入るやつか。ビットってやつがそのベイブレードの下の回転する地面にくっつく部分。え、今までのベイブレードの何が違うんだ。絶対スタジアムに何かある。絶対スタジアムに何かあります。だって今までこんな黄緑色いのなかったもん。開けてみていいですか。失礼します。わーわー、すごい。ん、なんかギザギザしてるな。ちょっと組み立てます。あ、こうか。よっしゃ、いった。スタジアム完成です。なんか変わった形してない？すごい不思議な形をしてますね。これが標準のスタジアムなのか。ちょっとまだ謎が多いですけども、続いてベイブレード出していきたいと思います。おお、おお、すぐ遊べる。え、かっこいい。なんかメタルファイトっぽいというか、真ん中のデザインもすごいかっこいいな。え、今回イケメンか。あ、なんかここめっちゃ動くな。んで、これを多分ここ当てるんだろうな。いや、全然わかんない。こことここを絶対重ねるんだよな。あ、入った。で、ブレードを押さえながら一回勝ちっていった。これでいいのかな。あ、これでロックされましたね。で、最後ビットをこの中にぶっ刺すと、お、これで完成か。結構パッと取れる感じなのに。よし、できました。これがドランソード。なんかめっちゃメタル感あってかっこいいな。よし、他のも全部作ってきます。もう作り方分かったぞ。よし、すごい、すぐできる。はい、というわけで4種類全部完成しました。かっこいい。なんだよこれ。なんか結構メタルっぽいな。シンプルなデザインだけど金属味がやっぱ強いですね。個人的にこのグリーンの発色がめっちゃ綺麗ですね。ディフェンスタイプっぽいブレードしてるな。で、裏のこのビットもね、全然多分全部違うのよ。もう上からだと分かりづらいんですけど、見ても全然違う。攻撃タイプとか見てもめっちゃ平べったいから、多分これね、めっちゃ速いのよ。キュー動く。バランスタイプはまあバランスよくって感じだけど、持久タイプとかもうすごいのよ。丸くなってる先端が。これずっと多分ね、スピードとかはないけど回り続けるタイプです。ディフェンスはもうすごいね、尖ってるね。もうスピードもクソもないんだろうな。ずっとその場でこうやってとどまり続けるタイプな気がします。全然個性が違うな。あとね、思ったのがね、重い。結構重量感あるので、これめっちゃかっけえわ。うわ、なんか今ようやく開けて手に持って新しいベイブレードが始まるのかっていう実感が湧きました。じゃあ早速回してみたいと思います。よし、行くぞ。みんな、ベイブレードの新時代の始まりだ。もう遊びじゃない。 3,2,1 ゴーシュッ。おー、あれ？なんか、なに？なに、そのアウトラインに沿うムーブ。今見ました。ちょっと待って、一瞬の出来事すぎてちょっと捉えられてたかわかんないですけど、うわー、ベイブレードだなー。あー、これね、アタックタイプの宿命なんですよ。すぐ止まる。え、かっこいい。見ました。
これあれか、ギザギザしてるって言ったじゃないですか、さっきこのスタジアムのコーナーの黄緑色い部分が。これこいつらの先端もギザギザしてるから、このギザギザが噛み合ってギュンってスピード上がるんですよ。ギュンって、これが新機能なのか。ちょっともう一回やってみますね。 3,2,1 ゴーシュン。うわー、速えー、すごいすごいぞ、めっちゃ加速するぞ。これなら打ち方次第ではもっといい、すぐタッチしたいな、そこに。3,2,1 ゴーシュ。いかちい、いかちい。もう一回噛み合え。うわー、激しい。で、そうやって使うのね、この周りの緑は。バランスタイプとかどうなんだろう。赤いの使ってみます。アタックタイプだけの特権なのかな。3,2,1 ゴーシュ。あー、すごい。うわー、激しい。スタミナタイプでやってみます。3,2,1 ゴーシュ。いやー、スタミナとは。うわー、めっちゃ今最初暴れまくって後からこの冷静さ。俺ね、持久タイプというかスタミナタイプ好きなんですよ。めっちゃ回転が静か、綺麗。いや、美しいにも程があるぞこれ。あー、やばい、テンション上がってきちゃってる自分がいる。いや、さすがにディフェンスタイプには無理ですよ、あんな激しいこのコーナリングの動き。僕にはできませんって言うてます。いくぜ、3,2,1 ゴーシュン。無理そうですね。さすがにディフェンスタイプはそうか。まあ、シュートの場所にもよると思うんですけども、もうディフェンスタイプはもうほんとこういうやつ。真ん中陣取って相手の攻撃をいなして守り続ける。これもまたね、ベイビーレードの戦い方の一つです。ちょっと待って、おもろい。いや、皆さん、おもろいです。おもろいし、めっちゃかっこいい、これ。やっぱメタリックなのがすごくいいですね。これテンション上がるわ。めっちゃいいじゃないですか、ベイビーレード X。てみるか。これちょっと一人で遊んでても面白さあんまり伝わらないと思うので、ちょっと対戦してみますわ。さあ、対戦相手を呼びました。どうぞ。おお、よろしくお願いします。お願いします。対戦相手のボルテックエイプさんです。よろしくお願いします。ボルテックエイプです。よろしくお願いします。じゃあ、セミロン発売前のベイブレード X だ。ベイブレード X、 なんかもう特殊すぎん。ギザギザ何。そしてボルテックエイプにはこれを。かっこいいじゃん、なんか。俺はこれ、色的に勝てなそうだな。いやいや、なんでまとめんだ。うわ、久しぶりだ、ベイブレード。じゃあ、行きましょうか。よろしくお願いします。お願いします。いくぞ、3,2,1 ゴーシュ。いやボコボコやないか。やったー、待て、強すぎる。ちょっと待って。何も見せれんかった。新しいギミックがあんのよ、これ。え、なんか前のやつも壊れる感じだったっすよね。バースト機能は残しつつも、見せたかったなー。ベイブレードの効果を要望します。じゃあ、これで。わあ、いや、ちょ、見せてやりてーのがあんのよ、本当に。瞬殺なんだけど今。いきます、3,2,1 ゴーシュ。いけいけ、うわー、絶対これだよ。ガロアルバートがね、くっついてる、これ。ついてる。マジで。ちょっと気づいた、今。見せれば一回。いくよ、3,2,1 ゴーシュ。この、わかる、よくね。うわ、やばいやばい、これよ、今の見た。マジですごいな、速さがすごいわ。なんかこのギザギザが、ここのギザギザでくっついて、ガーンって。で、ここで一手にセンターっていう。すごいこれ。じゃあ、ケイスケの弱いから、これで。おお。俺は、じゃあこれでいきますわ。はいはいはい、トランソードでいくわ。いきます、3,2,1 ゴーシュ。うわっ、うわっ、うわ。いきます、3,2,1 ゴーシュ。わあ、いけ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 。どこ走ってるの。一番強いです。アタックすぎて持久力がないんだろうな。あー、なるほどね。これマジおもろいわ。いきます、3,2,1 あっしー。よし、これで今3,3。やばい、同点だ。これ決着で。よし、いきます、3,2,1ゴーシュン。いっ、いっ、いっ、あ、早い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 、マジ早い、早い、やばいね、いけ。あー